なんか悪いですか、お二人。そんなことないですよ。僕めちゃくちゃ好きですよ、ゆうたくん。本当ですか。いや、本当すいませんでした。ゆうたくんって、はい、なんか、いや僕のこと好きなんかなって思うことを結構やってくれるんですよ。え、そうなんですか。例えば、じゅんちゃんの披露宴がありましたと、はい、で、その、あの、忘れな、はい、をあたぎくんと一緒に歌って、はい、でこれはそのワンコーラス目はちょっと音響さんとかの都合とか、はい、あと、まあ、その本人の都合とかもあって、はい、2番で修正してるんですよ、はい、これみたいな。俺なんか見たこの切り抜き。いやでもあれは本当そうです。でゆうたくんが説明してくれて、はい、ネットの、なんか潮が全然変わったというか、潮目が全然変わった感じが、そんな全然意図してなかった。音楽のやっぱあれが精通する2人だからこその。いやでもあれは見てて本当にすごいなと思って、戦いの中で成長してるサイヤ人のなんかいや本当にすごかったんですよ。1番目と2番目で明らかにそのハモリの位置が変わってるから、すごいすげえなと。やっぱ専門的な見方であるんですね。すごかったです。嬉しかった、すごかったです。いや逆にいいものを見せていただいて。いいですね、そんな仲いいんですね。じゃあ仲いい、仲いいんだ。仲悪いことはないですよ。まあ、大越さん音楽プロとしてやられてるじゃないですか、はい、ゆうださんもやっぱ音楽 その才能とかセンスすごいですけど、はい、やっぱなんかやっぱ YouTuber じゃないですか、うんうん、まあ僕は全然そんな、はい、でもやっぱその大石さんが見てもゆうたさんのその音楽の才能ってすごいんですか。すごいすごい、いやすごいし、その、はい、僕は感謝してるんですよ。あのさっきの話じゃなくて自分のことじゃなくて、はい、あの業界的に貢献してもらってるって、はい、ってすごっ。で、褒められられてないから、もうじゃあ行きそうなってる。ごめん、この機にこれを機に言うわ。その、はい、ゆうたくんって、はい、行き過ぎコードって言って、インターネット上でこう流行らせたじゃん。はい、行きそうなコードみたいな、それぐらい気持ちいい、はい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 、これ入れられたら気持ちいい。そう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 。で、あのコードってブラックアダーコードっていう正式名称がある。ブラックアダーコード、めっちゃかっこいいじゃん。なんか必殺技みたいな、名前がかっこいい、はい、でしょ、はい、でだその名前がかっこいい分だけ、はい、すごい難解なコードなの、うん、はい、うん、で、あんまりそのなんていうのかな、取り立たされないというか、はい、そういうのを使ってたとしても、はい、別にその耳に触れることなく、はい、終わってるようなことを、はい、このまあ音楽知らない方、はい、そういうこうユーザーさんにもリーチするように、はい、行き過ぎコードっていう名前をつけてくれて、それで、いや僕もともと知らなくてそんな言葉があったの。知らないけど気づいたってことですか、そういう定番のコードが。その大石さんの曲にもちょこちょこ使われてて、はい、使ってるコードが、はい、ユニオンとかまさにそうで、あ使ってます、うん、侵略されてるのてるのところでめちゃ詳しい、はい、全然ついていけへん。されてるのとこで半音下がったとこがまさにそのブラックアダーコードってところ で、そこがやっぱ聞いてる。だからなんかそういう、あちょっとふわっとした難解なコード感をその行き過ぎコードって名前つけてくれることによって、その普通の層にもなんかこう、あ結構難しいことやってはんねんなとか雰囲気でこう分かるようにしてくれたっていう。いやいや、そんなつもりは一切。僕の周りのアニソンクリエイターさんとかは、いやゆうたくん本当すごい嬉しいわって言ってたよ。業界人からそう貢献してくれてるみたいな感じ。まああまり絡むことはしないけどもってそうですね、そうそうそう、覚悟してね。そうですね、やっぱり僕と絡むとやっぱりその汚してしまう。そんなことはないけどね、もはやね。でも当時はさ、やっぱそのさらにそうです、うん、こう、はい、ネット界の切れ者感あってありましたね。歌舞伎もの感あったじゃないですか。はい、陰部とかね、なんかいろいろ。そう。だから、ゆうたに触れたら、今の自分がやってる主題歌が怪我されてしまうんじゃないかとか、はい、そのアニメ作品も怪我されてしまうんじゃないかっていうので、その触れないようにしてたっていう人ももちろんいらっしゃると思うんですけど、はい、今は全全然なんかね、すごいクリーンなイメージというか、大人になったイメージがありますけど、ね、ね、いや当時本当にもう腫れ物扱って。腫れ物でしたね。まあでもまあまあ今もまあそうじゃないかって言われると全然まああれですけど。あ、来てんじゃないこれ、ほら来た来た。あ、おいしょ、来た来た来た、来てんの、分かんない、これマジで引っかかってんのか来てんのか分かんない。これめちゃめちゃでかくないですか。マジやばいやばい、おいしょ、来てる来てる来てる、マジで、あー引っかかって、左で行こう、お来てる来てる来てる、いや来てる来てる来てる、おい来てます、フィッシュオンフィッシュオン。おいしょ、来てる来てる、すげえすげえすげえ、来て、止めていいですか、止めて、うわ、すごいすごい、でかいでかいでかい、でかっ、でかっ、なにこれ、うなぎ、ちょっと
想定してない、想定してないものが釣れました、星さん。投げ？ちょっと。受けちゃいます。ちょっと待ってください。やだ。これは。あ、なんかすごいの釣れた。何これ？何これ？これなんすか？これなんすか？投げ？これは。ちょっとうちで放流してない魚。伝説の魚を釣りました。外側の網からすり抜けて放流してない魚を釣りました。これじゃあポイント的にはとんでもないですよね。とんでもないです。伝説ですよね。ごめん、あのさ、はい、大きさ換算でいくと、はい、めちゃくちゃ長いからね。1メーター20ぐらい釣りましたね。これ何なんですか。これなんだろうね。これウツボじゃないですか。ウツボではないかな。ここで放流してない謎の縦長のやつを釣りました。そんなことある。奇跡持ってるわ。じゃあ俺だからね、逆にちょっとね、随分渋い魚放流してんだって思ったんだよな。クロート好みのやつ放流してんだなって。何それ、こんなことある。そんなことある。だってびっくりしてましたもん、先生が。あれなんだこれ。このタモに想定してない魚ですもんね。引きが明らかに、ね、なんかちょっと言えてる魚ではなかった。強かったですよね。俺根掛かりしたのかと思ったもん最初。多分針も飲み込んじゃってると思いますので。あ、じゃあもう切るしかないか。釣り竿自体を変えましょうか。新しいの持ってきますので、はい、ちょっと分かりました。これ落ちた。これはレアというか、いいんじゃないですか。うちこんなのも釣れますっていうふうに。これすごい、ね、何あれ。ちょっと俺ちょっと見ました、皆さん。加藤純一想定外の持ってるな。深海魚じゃないですかあれ。だってほらもう店員さんがこれ何ですかって聞いちゃってるもん。これ何ですかって聞きに行ってるもん。アナゴかな。でもアナゴって釣れる、こんなところで。もっと向こうじゃないですかアナゴって。何でしたあれ。おそらく海蛇関係ですよね。海蛇関係。海蛇関係者釣れましたね。海蛇関係者釣れましたね。いやー、釣るの、インターネットもそうやけど釣るの上手やね。当たり前じゃないですか。やっぱ一発目はね、そういうのちょっとアクシデント起こしとかないと。悲しいことがあると開く川の表紙、卒業写真のあの人は優しい目をしてる。